体がほぼブレーキのない状態で原子力を続けていくというのは、本当に行けるところまで行こうというような考え方のもと、住民の安全だったりとかっていうような避難計画というものはほぼないに等しいですよね。審査というものをしないわけですから。安全支援第2マスというのが、マスを上げようとしている、やはり不具合の決定が出たというふうに思います。でやはり国会でできることというのは、やっぱり多くの民意が、そして市民が出した課題というのが、やはり原子力の再稼働というのは、できる状況にもないということなんです。このブレーキのないことの中で、やはりどのようなエネルギーで、どのようなエネルギー転換をしていくのか、もう決まってるんですけどね、原子力に実際頼ってなくて、火力が主導で、天然ガスにしか頼って、天然ガスが主導で、多くを占めるということは間違いない。そこに対してやっぱりいろんな企業がぶら下がってるっていうことですね。電力会社以外にはいろんな企業がぶら下がって、税金を自分の地の懐に流し込むようなシステムがある。国際交流会館はこの三井製麺の台湾の前の三井製麺機を保存したいというものはもう破綻が進んでくるから、それを続けて NHK を続けてあります。10分ぐらい歩くとありますので、よろしくお願いします。だから電気料金が上がる理由というのは、ほとんど原発対策ばっかりなんですよね。安全対策費2兆4000億円だったりとか、それだけじゃなくて、やはりこの原発が生み出された核廃棄物の問題であったりとか、だからもうこれは今早くやめるよう一番ないと。で、まあ、一番の問題はこの福井の地元の皆さんの一番心配されていることは、原発立地、これからじゃあ原発電力どう再生するのか。国際交流会館に移動になります。話し合いの場を開くということは何よりも大事です。あります。今の国の国際交流会館は台湾所の前、三井生命ビルに沿ってまっすぐ進んでください。NHK を過ぎると間もなくです。ここに話し合いを進めていく。車の方は駐車場を確保してありますので、よろしくお願いいたします。もし裁判所などに止めたことは移動をお願いいたします。今と近いような感じになってしまえば、地元の方々は応募されるし、再稼働しかないと思われるので、電力現在の再稼働の仕方はそのこと自体がやっぱり戦い方が増えたというふうにも感じるんですけど、どう思われますか、これから。戦い方が増えたというよりも、もう戦い方はもう数えるほどしかなかったわけですよ。政治の場に訴えることと、そして市民運動と、そしてこの司法という部分において、でこの人々の声を聞かないというスタンスで推し進められる政権が現在ですから、そこにおいて政治とのコンタクトというのはほぼ閉じられた状態なわけですよね、政治の側から。だとするなら司法というところで判断していただくしかないと。でもやはり司法の中にもいろんなしがらみがあると。でもそれをやはり乗り越えて、実際は良識ある判断をしていただいたという結果だと思います。最初におっしゃったと思うんですけど、率直に感想というのは本当に何て言いますか、この安全神話というものが事故後崩壊するところか、第2幕というものが幕を開けそうになっていたところ、この福井地裁によるこの良識的な判断というものをいうもので、やはりその幕を開けさせないと。現場の皆さんは速やかに国際交流会館に移動です。でもやっぱり政治は強引に進んでくるものを、国会の中にはブレーキがない。これは NHK を過ぎたところです。大きな市民のうねりと、10分ぐらいでしますので、よろしくお願いします。そしてこの司法というもので、この三位一体でやっていくしかもうどうしようもない状況にあると思いますね。市民の訴えと司法と、あともう一つ市民の訴えと国会の中で の、はい、まあ、もちろんそのやり取りといいますか、でもそこはすごく大きな影響力を持つかというと、かなり影響力は弱いです。というのも委員会の中でスピーディーに関して追及したことがあったんですけれども、それが去年の4月で、要は避難計画の中にスピーディーは使わない、じゃあスピーディーいつ使うんだよという質問をしたときに、原子力、規制委員会から の、 話というのは、支援者の皆さんは速やかに国際交流会館への移動をお願いいたします。3時から行います。スピーディーを使うんだということに対しての向こう側の答えは、一度皆さんに被爆していただきますと。裁判所や合同庁舎に車を止められた方は、
国際交流会館への移動をお願いします。迅速を行った後にスピーディーに国際交流会館に駐車場を確保しておりますので速やかに移動をお願いいたします。何の反省もないと言いますか、何のためにじゃあスピーディー作ったんだよって話です。本当に避難計画というのであればスピーディーを使わなきゃいけないけれども、スピーディーを使ってしまえばもちろんこの原発再稼働ということが不可能になってしまうことが表沙汰になってしまうと。それが4月に僕が追及したことにもかかわらず、実際に報道に載ったのは9月ですから、だからやっぱり報道の中にもいろんな足かせというかしがらみがあったりするんでしょうけど、でもそれでもやっぱり現場の方々は、マスコミの皆さんの取材もできるだけ国際交流会会等を行ってください。書いていただいてるって僕も思ってるんで、その辺はこう連携していきながら、よろしくお願いします。細い細い糸なんですよ、本当に雲の糸みたいな状況なんですけど、でもしっかりと市民の皆さんと司法っていう部分においてこの再稼働という部分に対しての答えを出したと思うんですよね。あまり関して、そして大いに関して、だからもっと国会といいますか政治の場がもう少しまともにならなきゃどうしようもない状況だなと。先ほどもその、まあ、原発をもうやめたいとは、まあ、多くの人が思っているけれども、やめた時 の、 その経済の立て直し方というのが、まあ、一切政治のね、考えるとか、そういう議論する場がないんで、結局、まあ、経済のために原発必要なのかなと。はい、支援者の皆さんは速やかに国際交流会で議論をよろしくお願いいたします。議論を展開します。今原子力の皆さんも復興と、ご協力をお願いいたします。そういうことを自分自身に提言すること、提言する場というのはあるんですよ、短い時間10分ぐらいですけれども、でもやはりこの話を一歩でも進めなきゃいけないので、てか現在のこのエネルギー問題に関してもうしょうがないよねっていうような雰囲気がやっぱり国会の中でもあるんですよね。何がしょうがないのかっていうと、電力の問題でも経済の問題でもなく、自分たちの経済の問題なんです。国会議員一人一人の自分たちが支援してくれている企業であったりとか、自分たちに組織票で応援してくれている企業の話なんです。それお前たちのことじゃないか、お前たち誰の代表なんだよってことだと思うんですけども、やはりそういうことをやはり国会の場で委員会で、まあ、もちろんそんな言葉ではしませんけども、なんて言いますか、思いを伝えると言いますか、この国会の中にいすぎて世の中のことが見えてないっていう状況が多々見られるんですよね。自分も人のことは言えないと思いますけれども、やはり、あまりにもこの政治と、世間というものが大きくずれすぎている、まあ、それがこの間の統一地方選の投票率の低さにもつながっていると思うんですけれども、もうそこに何言ったってダメだろうっていう諦め、だからやっぱりここだとしたらこの国に政治なんて必要がないですから、やはり市民一人一人の手に取り戻すためにも国会に絶滅危惧種ぐらいしかいないかもしれないですけど、その中でしっかりとした提言といいますか示していく必要があるというふうに思います。今日入りました。もうギリギリでした。もうすでにみんな喜んでる状況で、皆さんが喜ばれてる状況で。どうだとあれですか、国際交流。あ、はい、私は入ります。今日何時に着きましたか。もう電車が遅れたんですね。1時59分に着く予定が2時2分ぐらいになりました。おそらく2時ぐらいですよね。はい。わかりました。それどうも。皆さんは国際交流会の移動です。